皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について3分で考えていきたいと思います。えー、今日の内容はですね、Google の Gmail さんが人工知能 AI によって賢くなったよって話なんですけど、なんとですね、勝手にメールの文章を考えてくれる機能が 全アンドロイドに開放ということなんですが、ただしこれね、まだ日本語対応しなくて、英語版のみなんですけど、えー、こんな機能が追加になったようです。まあこれは、いわゆるね、あのー、スマートフォン使ってる方はお分かりのように、何か文章を打ってたら、あの、予測変換といって、えー、候補はね、次に出てきますよね。あのー、もう自動的にありがとうってのはございますってみたいな形で出てくると思うんですが、あれは自分が打ってる内容の文章を学習してですね、 で、次のなる候補を出してくるわけなんですが、例えば、まあ、僕の例で言えば、あの、いつもお世話になってますって書いたら、その後必ず、いつもお世話になってます、インスパイアの横田ですってメールで書くわけですね。ということはい、いつもって書いたら、今まではお世話になってますとか出てたんだけど、例えば、あの、 もういつも世話って書こうとしたら、もうその先のインスパイアの良田ですまでが、例えば出るようになるというイメージですね。なので、その自動的にこう候補が出てくると、当然打つスピードは速くなりますよね。で、このようなことっていうのが、過去の自分のね、その 文章を書いた内容を学習していってですね、えー、次はこれじゃないかなと思うことを、えー、予測してくるということです、えー。単純に今言ってる内容は、あの、組み合わせとして多いという話なんだけど、まあそうではなくて表現として、例えばこういう内容を書いた時には次にこうなるとかね、っていうことを多分予言してくるんじゃないかなと思うので、その単純に組み合わせではなくてですね、 そろそろ、えー、締めの言葉が近づいたなと思ったら、最後に、えー、検討よろしくお願いしますとかって、例えばなるというイメージなんでしょうかね。まあ、このような機能が、えー、最初はですね、あのー、Google が出している、えー、Pixel の方で使ってたのが、えー、全 Android まで、えー、今はですね、使えるようになったそうです。ただし、ま、もう一回言いますけど、日本語はまだ使えないと。で、最近で出たニュースでは、さらにこれにですね、県名まで付けてくれると。県名ってすごいのは、 要するに、要約をするってことですよね。例えば、その件名も、なんかいつもですね、なんか領収書の件とか、なんかそういうタイトルにしてたら、多分領収書について内容そうだったら、領収書の件って書くんでしょうし、例えば、えー、その内容を要約したものをですね、ワンフレーズにして書くっていうことができるそうなんですね。いや、早く日本語対応してほしいなって思いますよね。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。